国民同盟とは、昭和期に存在した、新軍部政党12月22日から1940年7月26日。1931年の満州事変直後、市出原が以降、井上財政への批判を強めた、立憲民政党の足立健造内務大臣が推進した強力内閣運動が失敗に終わると、これに憤慨した足立は民政党を離党した。 翌年の1932年、第18回衆議院議員総選挙を経て、安達らは、中野正郷、山道上一、富田幸次郎、小屋吉孝、風見明ららと共に、政治グループ、国策研究クラブを、結成、12月に革新党などと合同して、衆議院、議員32名により、政党、国民同盟が結成された。軍部と協力して、 統政経済と満州事変における日本の国際正義の用語を掲げたが、政権獲得を重視するあだちと中野賛同の参観部の間に意見の祖母があり、間もなくと見た。小屋らが民政党に復党。1936年にあだちが岡田内閣の内閣審議会委員に任命されると、幹部の間の意見の祖母が一気に露呈し、中野は離党して党崩会を結成し、 賛道も民政党に復党した。さらに風見は離党して、この絵文丸のブレーンとなった。このため急激に統制は衰退し、第20回衆議院議員総選挙以後はわずか11名の小政党となり、他の小政党や無所属議員と小規模な院内会派を作って活動するのが精一杯となった。このため、この絵が新体制運動を起こすと率先して、これに賛同して、 大制欲3回に合流するために解散した。ありがとうございます。